それではですね、これよりオリンピアドリーム12一夜明け会見を始めさせていただきます。皆様、昨日はご取材いただきましてありがとうございました。早速ですが、ドリームイベントプロデューサー笹原圭一よりお話しさせていただきます。皆さん、おはようございます。昨日、ご取材ありがとうございました。そして本日も朝早くから、ご取材ありがとうございます。一夜明け会見ということで、今日、勝利した全選手、はい、全選手、ご登場いただきました。選手の皆さん、昨日は本当に、お疲れ様でした。で、勝利おめでとうございます。改めて一夜明けて、昨日はドリーム初のケージということで、非常に、どうなることかと思ってた部分はあったんですが、蓋を開けてみればですね、今年1年のドリームを締めくくるにふさわしい内容のすごくある大会になったと思います。見どころもたくさんあったと思いますので、ぜひこの後選手の皆さん一言ずつ感想を語っていただければなと思います。日本人選手本当全員皆さん満身創痍で、宮下選手はちょっと目ですね。で、前田選手が足で、桜庭選手はちょっと顔を腫らしていて、で柴田選手は多分今肝臓やられてますんで満身創痍かなと思います。で、それでも本当に勝利できたことはすごく喜ばしいと思いますので、またまだまだ当然この後大晦日もありますし、格闘技は続いていきますので、また次に向けて、今日は本当に一日ゆっくり休んでいただいて、またリスタートというか再出発というか、次に向けた準備をしていただければと思います。私からは以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは早速選手の皆さんからもコメントをいただきたいと思います。最初に前田選手、お願いいたします。おはようございます。初めて昨日日本のケージでやったんですけど、戦ってて全然ストレスを感じないぐらい広くてやりやすかったので、これからもまたどんどんちょっとケージをお願いしますっていうことと、あとやっぱり大晦日やっぱり試合したいので、ちょっとよろしくお願いします。以上です。ありがとうございます。それでは続いて宮下選手はいかがでしょうか。おはようございます。とりあえず昨日勝ったんでほっとしてます。ただ自分は他の選手の方々より、知名度がない分、内容で勝負したかったんですけど、それができなかったのが非常に残念です。もっと練習して、実力をつけて出直したいと思います。ありがとうございます。続きましてユン・ドンシク選手、お願いいたします。안녕하십니까。어제시합이상당히엉망이어서빨리잊어버리고싶고요앞으로는팬들이원하는그런시합화끈한시합을할수있도록노력하겠습니다昨日の試合、非常にひどい、惨憺たるものでした。早く忘れてしまいたいです。これからまた新たな気持ちでトレーニングを重ねまして、次回の試合ではファンの皆さんに喜んでいただける試合をしたいと思います。ありがとうございます。続きまして、廣中選手、お願いいたします。試合直後はちょっと、突然終わってしまって、不完全燃焼的な感じで、ちょっと泣いたりしてすごい悔しかったんですけど、一夜明けて、これも自分がやってきたパンチが目に当たって、それで相手が目が見えなくなったということなので、自分のやってきた打撃の努力とかがもししてなければそういう結果にもならないだろうし、目が見えなくなるということもなかったので、これも自分の実力で勝ったんだと今は思って、自信を持って誇りたいと思っています。また次に、またもっといいお客さんにアピール
できる試合をしようと思っています。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続いてエディ・アルバレス選手いかがでしょうか。 Hello. The cage was quite different. I compared it to like in the United States playing football on NFL turf, like very professional, and it was like nothing I ever fought in before, so I was very excited to fight there for the first time. Unfortunately, early in the fight, I got caught in a very awkward, very weird position, and I didn't perform throughout the rest of the fight the way I wanted to. And I felt like I had a better show to show people, but I just got caught in a weird situation. And I'll try my best not to get caught in something like that again. But today my neck hurts, and I'm gonna go home and see a chiropractor, I guess, and get my neck better and come back and put on a good show. Thank you.昨日のケージなんですけれども、本当に今まで体験したケージとは非常に違いました。例えて言うならアメリカのプロの NFL で試合をしたような、本当にもう専門的でプロの人が作ったケージという気持ちがして、とても興奮しました。ただ残念ながら試合の序盤で非常に奇妙な、自分にとってやりにくいポジションで相手に捕まってしまいましたので、それが試合を全体に影響してしまって、その後も思ったようには動きができませんでした。ですのであれがなければもうちょっと良い動きができたと思っています。でもそういう中でも自分のベストを尽くして頑張りました。今日は首が痛いです。ですのでアメリカに帰ったらカイロプラクターのところに行って治療をしたいと思います。そしてコンディションを整えて次に帰ってくるときにはもっといい試合をしたいです。ありがとうございました。続いて柴田選手いかがでしょうか。おはようございます。ちょっと肝臓をやられてます。移籍後初の試合しっかり勝ててよかったです。あと試合した石澤さんにしっかり勝って恩返しできたということがよかったです。以上です。ありがとうございました。続いてアリスター・オフレーム選手いかがでしょうか。Yeah, it was a good fight in the cage. I liked the cage. It was big. It was white. I liked the color. And I'm happy that the fight went as it went. I have no injuries, so I'm all fit for my preparation into the K1 finals, 5 December. I was expecting it to be more striking because I'm only striking lately. But a quick submission win is also always welcome. Thank you.非常に良い試合で良いケージでした。ケージは広いし、とても白くて色も気に入りました。それから怪我がなく勝てたことを嬉しく思っています。これで K1 の12月の試合に専念できます。ただ自分は最近打撃の練習しかしていないので、もっと打撃の応答になるかと思ったんですけれども、サブミッションでも勝てたことに満足しています。ありがとうございます。続いてマリウス・ザロムスキー選手いかがでしょうか。Hello, morning. I feel good, not tired. Fight was too quick, maybe. Nothing I can say like a lot of what was happened, like because short fight and first thing I was exciting because competition was in a castle, and when I walk in, I was it's like wonderful.And second thing, I think is always in Japan, atmosphere very nice, and cage is for me not surprised because I used to fight in England, but this cage was different because his was white. Always in England and America, always black, and like white cage in a castle, and good luck, like it's mean good luck.And yeah, ready for second fight.
おはようございます。とても気分はいいです。全く疲れていません。まあ、すぐに試合が終わってしまいましたので、まあ、それでも短かったけれども、とてもエキサイティングでした。また日本のファンも日本も本当に雰囲気がいいです。ケージも、とても良かったですし、別にケージに入って自分がびっくりすることはなかったです。イギリスでもケージで試合をしたことがあります。ただイギリスやアメリカのケージは通常黒いんですけれども、白い色というのが違いました。白というのは幸運をもたらす色だと思っていますので、本当に自分に幸運が昨日巡ってきて良かったです。また次の試合を楽しみにしています。ありがとうございました。それでは最後に桜庭選手いかがでしょうか。どうもおはようございます。昨日 の試合終わっていったのと同じようなことなんですけれども、やっぱり相手選手が良くて、時間はそんな長くなかったんですけれども、自分にとってはいい体験ができて良かったと思います。そんな感じです。ありがとうございます。それではここで記者の皆様からのご質問をお受けしたいと思います。ご質問の方、挙手の上媒体名お名前をお願いいたします。ご質問いかがでしょうか。